ここは東大阪市河内町にある国の史跡、河内寺廃寺跡です。今から1300年以上前の飛鳥時代、ここには河内寺廃寺の金堂が建っていました。金堂とは仏像などが置かれ寺の中心となる建物です。まずはこれまでの発掘調査の様子をご覧ください。地面の下には建物の基礎にあたる基壇と柱を支えた礎石が残されています。今見えている礎石はすべて本物の礎石です。礎石の配置などから建物を復元することができます。復元された金堂の屋根は入母屋造りと呼ばれる形をしていました。建物の中心には仏像などが置かれていたことでしょう。それでは河内寺廃寺が建てられた1300年前の風景をご覧ください。周りは回廊に囲まれ、南には塔、中門が立ちます。このように建物が南北に一直線になる並びを四天王寺式伽藍配置と呼びます。河内寺廃寺は古代の河内の国、河内郡の大領を務めた河内の阿泰が建立に関わり、鎌倉時代頃まで存続していました。河内の阿泰は朝鮮半島の百済出身の渡来系氏族で、遣唐使として派遣されるなど外交でも活躍した氏族でした。